今日寝癖し、ひどくてさ <laughs>。今、セブン D のヘアストレートアイロンで、めっちゃ頑張って寝癖、抑えようと、ストレートアイロンで何回もやってけど、ダメだ、髪開け出したから、諦めたわ。もうダメだ、髪洗う以外に、すべなし。寝癖悪かった。寝相が悪かったみたいで。片側だけ跳ねてる。どうせやいいんだわ、こういう時。僕のセブン D の、7万円するやつな、僕の。 7D のストレートアイロン。7万円だぜ。これ7万円もかけて朝の寝癖直せなかったら何のため、これ終わってんなこれ。この、え、ヘアビューティーえっ、ー、と、ルミ、ルミエリーナの7万5千円する 7D のストレートアイロンで僕の寝癖直んねんだけど、何がどこがどうストレートなんだよ。くっそー高い買い物したのに。 寝癖一本結局これ、髪濡らしてドライヤーからセットするんだったら、ヘアアイロンいらないだろバカくそー <laughs> 世界で一番高いやつだぞ。僕の買ってる。セブンディのストレートアイロン。うーわ温度が足りない。160度だ、これ以上はダメ。180度は髪本当に焼けるから、それパーマするときの温度でしょ ?160 でもやばい。 業務用だよ、160度も出たら。160度だぞ。<laughs> いよいよ変な匂いし、髪から変な匂いしか出ないからやめた。<laughs> お風呂上がりドライヤーしてる、もちろんしてるよ、癖結束だからね。昨日の夜だけどね、したの。昨日のエーペックス放送の前にして、それで今日寝て起きたらとんでもなくなった。<laughs> え、な、160度低いかい ?160 度低くないよ いや、君みたいなさ、その、髪の毛さ、だったら、その、160度で1回通せば治るから言ってんでしょ僕だって10回ぐらい往復しても治んないからどうしようもないんだけど。10往復したんだけど、僕、同じ場所。そゃそこだけ立ってくんだけど。そう、75000も取り上がって。いやまあ使う人によっては、最強なんだろうな。セブンディードストレートアイロンな。 まあ、あのー、若い子でも今はストレートアイロン男でも持ってるでしょ。いや、買うんだったら、アイロンだけはいいやつを買った方がいい。僕はそれは絶対おすすめする。あの、ヨドバシとかで売ってる3000円ぐらいのわけわかんないアイロン使っても、君の頭がよりチリメンジャコになるだけだから、マジベビースターラーメンとか言われるだけだから、絶対やめとけ。もう1万円以上、まじ僕とに約束な。ヘアアイロン買うときは。ほんと、チリメンジャコの男で言われたくなければ、スチールウールマンとか言われるから、 マジ世の中って頭おかしいから、世の中ってクセ毛族に対しての、その、配慮一切なってないから、法律で縛ってほしいわ。言われたことあるよ、タワシとか、スチールウールとか、モップくんとか。わけわかんねえ、あいつら。人の頭に。髪生えてないやつでの配慮は、少しくできるようになってきたよね、最近の世の中。やっぱハゲをいじっちゃダメだなっていうのはわかるんだけど、クセ毛に対しては容赦なく。なんで寝癖できてんのって、寝癖じゃねえよ。<laughs> 朝何回もアイロン通してるよ、この髪は <laughs>、うんう。とても傷つくからやめてほしいよな。おい、なんか寝癖立ってるぜって。寝癖じゃねえよ。ここに来るまでの間に風を、風が強かったからこうなったんです。あいつら。160度だとゆっくり通せばまっすぐならん、んああ、なってよ。上の方に伸びてったよ、髪の毛が。すくすく。裸足の,の剣の麦じゃねえんだぞ、お前。踏んでも踏んでも上に伸び上がる。 裸足の弦の強さランキング SSS の小麦じゃないんだからさ。マジで見意外してくれよ。<laughs> 上に伸びてくんだけど。踏まれても、踏まれても伸びてきやがる。くそー。アイロン。串が悪いのかな櫛が。ちょ、っとマジで。僕の櫛ね、えっ、ー、と、ドラッグストアでよく売っているピンクのやつなんだよね。トリニティの1000円の静電気防止の串。 なんかいい櫛ないか。でも櫛でどうこうなるもんじゃないよね、髪の毛って。櫛ってさ、みんなの使ってる櫛教えてよ。僕の使ってる櫛晒すからさ、えっと、トリニティの静電気除去、ちょ、んこれもトリニティなのかあれヘアビューローもトリニティだろ。全然ルミエリーナじゃん。トリニティの、櫛。櫛。 え、この、櫛の時に、なんか、バー油の串とか言ってるよくわかんないやつも僕、下に見てるから、大体串にバー油をやっても、それ無くなっちゃうでしょなんか、串にもともと塗ってある系のやつってさ、薬剤が入ってますとかさ、信用してないんでバー油入ってるやつとか。え、僕買って大体これだな。トリニティの二つあるんだよな。あとなんか、その、 くしを通せば通すほど髪が綺麗になっていくとか、イオンが出てて、信用してません。つげぐしくっそ、つげぐしか。いやー、どうしよう僕使ってるとこれ。1000円ぐらいで売ってるやつ。これね、これ、これ。僕使ってるやつな。1000円ぐらい売って,売ってる。うーんー、ココナッツオイルいいよ。いや、ココナッツオイル、あれだよ、テカるだけだよ、髪の毛僕。 マジで。え、海から上がった直後のウニみたいになるよ。黒光りした。茶色いからバフウニの方か。もうこれでいいのか。串じゃない、やっぱ串じゃないよね。串じゃないし、いーや。ダーメだ、どうしよう。セブンリン、いや、もうくせ毛つながりでもう一回はしてもらうと、あの、美容室とか、理容室の宿毛矯正あるだろう。宿毛矯正。 あいつの値段の表記どうにかしてくんないか。僕さ、あれ、昔からさ、宿毛矯正何回かしてんだよ。それでさ、その、書いてあるじゃん。宿毛矯正1万円とか。で、1万円で済んだ試しがないんだけど、宿毛矯正して。で、よく見たらさ、宿毛矯正のところにさ、値段のところに1万円、からって書いてあるの。必ず。からって。並瀬打ってあるの。 その固定じゃないの、値段が。で、このカラってのは何ですかって聞いたら、あ、これはですね、あの、髪が長い人とか、えー、癖がめちゃくちゃ強い人は特別な施術になりますので、値段が異なりますって言われて、じゃあ僕はいくらなんですかって言ったら2万5千円ですって言われるから。ふ <laughs> ざけんなよ <laughs> ほんと、癖毛弱者をいじめる社会なんだよな。 前髪だけとかいる。で、前髪だけでも僕1万円取られたことあるよ。で、前髪だけ宿毛矯正したらさ、おそ末くんの嫌味みたいになるんだけど、あの、鉄板とこね。髪の毛が。わかりますか前髪だけ直毛になったと、それもっとおかしくなるって。な、誰よ前髪だけストレートにしたらイケメンになるって流行らせやつ。殴りに行くわ。今から。誰マジで。 前髪だけストレートにする文化一回流行らせたやつ。僕直派受けたんだけど。誰、あれやって、いたよね僕が30代世代さ、僕ら若い時にさ、誰か前髪だけストレートにするバカいたよね流行らせんなよ、そういうの。僕やって、お前歯出っ歯のやつになったからさ。シャレになってないから。怒ってたわ。1万円取られて。 前髪だけロングの人がやるのか。あの、ホストとかやるんだよな。そう、ホストは前髪に命がってるからな。はあ,あ、あっ。